スズメがあのショーケースに、ね、入っちゃってました。これあの鶏の餌を保管していて、多分、ね、隙間がちょっと空いてて、でスズメが入り込んで餌を食べている間に多分他のスズメとかが出入りして蓋が閉まっちゃったみたいです。でこう意図して蓋が閉まるように、まあ、構造のものを作って仕掛けるのは罠漁の免許がいると思うんですけれども、これは部屋に入り込んでしまったとかと同じ扱いになるんで、ここに入っているのを素手で捕獲する分にはおそらく素手による捕獲行為で、まあ、法律上は問題ないと思われます。なんであのこれが猟期期間中であれば食べることができたんですけれども、今は3月入ってて猟期は終わっているんで、残念ながらこれを捕獲して食べることはできないです。ちょっと見えないと思うんですけれども、まあ、スズメ結構群れが多分心配してか近くに寄ってきます。逃がしてあげようと思います。